感してるところがなんかお二人のなんか共なんていうんですかね、共通点というか価値観がテレビに映るお二人見てても子育てにしてもおっしゃることが何かぶれないですよね。いやいや、そう言われたらなるほどやね。ディズニーランドの件も。いやでもこれ微妙なところで、はい、私もこの世界長くて、で要はって、そういうのやめてよと思うんだけど、もし私の大好きな誰々だったらどうしてたかなとかね、はい、思うと、はい、なるほど。でもそういうそのディズニーランドって要するにキャラクター、自分より他の人がいると、だから誰かのショーを見に行くでしょ、はい、それでも平気でキャーって言う人いるんですよ、はい、開演のもう1ベルになってギリギリ暗い時に席つくんだけど、まずざわついて、でその休憩とかあると、すいません握手してくださいとか、はい、写真撮ってくださいっていう時、そういう場所ちょっとこれ微妙なんですよね。アポさんが言ってるシチュエーションはつまりメインの歌手がこれから出てくる前の客席での出来事ですよね。そういやでもそれはグッドですね。そうですね、だから本当にお二人のファンの皆さんも断られても悪い気しないというか、あんたらでもそう言うけど、そんなんでよ駐車場で着替えたってここに戻るの、そこもし取られてたらどうすんの、反対に生着替え隠しながらお互いにこう消えて、お互いに、はい、消えましたおかしいですね、やっぱり なんかどっか飛び出てどっか抜けてるかなそうですね、でもいいですね。ディズニーランド結婚して20年のお祝いで行くって、まあいてはるんだろうけど、いいよね。あ、でもそれでガラスの靴を買いました、2人で、はい、なんか知らなかったんですけどガラスの靴が売ってるっていうので、はい、それをね、思い出に、あの思い出の名前と20周年記念みたいな感じで言っていただいて、それをちゃんと飾ってます。ガラスの靴って私イメージ悪い、入る靴ないから私もですそうですね、サイズ入る本当に履くやつじゃないですよ私昔あのタモちゃんにさ、今夜は最高で、あのパロディにされたからね、ガラスの靴で、あシンデレラそう大きすぎて入るのがいないぴったしがショートったやつだ。でも素敵ですね。そうですね、そんなラブラブなお二人ですが、もう二人のお子さんがいらして、はい、ね、長男が健之介くん、はいはい、健康の健です、はい、16歳高校生、はい、そして次男が清之介君、はい、誠実の誠とか、はい、清之介君12歳中学生ということですね。男の子2人ってあの見た時はテレビで前に見た時は、はい、ちっちゃい子はなんかいいけども、高校生中学生高校生はどうですか。あ、でも結構こう優しいです、おとなしい感じがします2人とも。へえ、はい、そうですか。私がうるさいかと思うんですけどでもちゃんとお母さんのご飯、はい、手作りの、はい、それが効いてるんちゃうかな。え、なんか実家あのなんか野菜、そうですよね、はい、農家です。ずっと昔に、はい、なんか実家のお母さんのなんか手伝ってるで白菜かなんか持ってるの私見たもん、はい、あ、そうですか、はい、今でもやってはるんですか。あ、もうあの実家の近くに家を建てて住んでますので、はいはい、で農家なので、うん、そこで野菜を作って自給自足、はい、あの野菜に関しては売ってあの作ってないものは買いますけど、はいはい、あとはあの畑の真ん中なので、もう周りが畑ばっかりなので、ちょっと買い物に行ったりするのに車を出さないと買いに行けないので、だからね、あのやっぱ作って食べないとならない状況です。ああ、そういう生活も、でも子育てってことに関しては、うん、ものすごくいい環境の気がしますね。ねえ、このケンスケさんもそういうの手伝うんですか。あ、はい、お料理も、料理もあの邪魔にならないような形で、どういうの邪魔にならないよ、洗い物、
CD の1曲なんですけれども、はいはいはい、あのその曲を歌いませんかというふうに声をかけていただいて、はい、そうなんですって。すごいな。でこれ父の日に歌って健介さんが号泣したという。はい、はい、です。思い出になるでしょうね、これ。それでは可愛らしい歌声をお届けしましょう。はい、佐々木健之介、聖之介くんで、素敵なパパ。